オーグレーズ軍はアメリカ合衆国オハイオ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は45,949人であり、2000年の46,611人から1.4%減少した。軍庁所在地はワーパーコネタ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。オーグレーズ軍はワーパーコネタ小都市圏に属している。 文明は、オーグレーズ側から取られた。オーグレーズという言葉の語源について、ある説ではフランス語の粘土と、自らの造語としており、ある説では、インディアンの言葉で、倒木を意味するとしている。レイクヒストリー、インフォが挙げる説では、フランス語の鏡あるいは氷を意味する、ラグレースを語源としている。証明されていない、粘土の水や、粘土の土壌には、色があり、 ラムゼイとスチュワートはどちらも、オーグレイズは、粘土のところを意味する。アットザリックのアメリカ式フランス語であり、野生動物が塩や土壌に含まれる鉱物を舐めに来る場所を意味し、標準フランス語のソルトリックの欠落部を埋めたものということで合意している。グレイズという綴りは古語である。さらに、アーカンソー州では、グレイジポーというクリークと山があり、これはフランス語のグレイズアポールすなわち、 ポールの岩塩を意味している。インディアン語の倒木あるいは伸びすぎた低木という説は証明された語源がないものであり、小人族の場合は音声学的に合わない。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は401.90平方マイルであり、このうち陸地401.39平方マイル、水域は0.52平方マイルで、 水域率は0.13%である。軍内を、オーグレーズ川とマイアミアンドエリー運河が横切っている。セントメアリーズ川、グレートマイアミ川及びサイオト川の水源、並びに、グレート湖セントメアリーズとロラミー湖が軍内にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オーグレーズ軍は、軍政委員会が統治している。ワーパーコネタ市にある。 オーグレーズ軍庁舎、オーグレーズ軍の初代庁舎は1851年に1万1499ベードルをかけて建設され、1894年まで使われた。この1894年に現在の軍庁舎が公開された。この庁舎はシティブロックを占有し、発電所に隣接している。当時としては高価な25万9481ベドルを投入し、 85名の作業員が18ヶ月をかけて建設し、1893年7月2日に着工した。床面にタイルを貼り、外壁はベレアサガンを使っており、耐火性能の強いものになっている。暖房と発電用のボイラーが当時火事の原因になっていたので、別の発電棟に蒸気駆動の発電機や暖房を、温水用蒸気配管と共に収められ、 地下配管を通じて庁舎に送られた。この庁舎は1994年に100周年を迎え、現在もその役割を続けている。セントメアリーズには新しく西庁舎が建設された。軍内では選出された3人の判事が4つの裁判所を裁量している。オーグレーズ軍の経済は製造業に基づいている。従業員400人以上の雇用者としては、クラウン・イクイップメント社。 合同軍区記念病院、ミンスターマシーン社、セテックス社、メアリーズコーポレーション、ベイアンステクノロジーズ、ダノン社がある。オーグレーズ軍ズ、オーグレーズ軍は、下記14の軍区に分割されている。ガイア学校の1915年のクラス写真。ありがとうございます。